はい。皆様、こんにちは。安弘です。この動画は NHK 出版から出ている大河ドラマ、光る君へのガイドブックに載っているあらすじを参考に、第25回、決意の内容ネタバレ解説する動画となっています。ネタバレが嫌な方は、放送終了後に復習動画としてご覧ください。はい。それでは早速中身に入っていきますが、えガイドブックによると、第25回の放送では、主に以下3つの話が描かれます。 はい。ということで、以下3つの話についてお話しするのと、あと動画の最後で補足説明として、えー、道長が辞表を提出した理由について、まあ、補足説明というか、深掘り説明みたいなパートも用意していますので、良ければ最後までご覧ください。はい。それでは早速、丸1番の、これちかの気境と枕の創始から見ていきましょう。まず、前回までの内容を復習します。 997年の3月に、お母さんの秋子が病ということで、一条天皇は大社の御事のりを出しました。はい、これによって罪人の罪が許されたということで、昨年、朝徳の変によって地方に下った藤原のこれちか高家兄弟を都に戻すということに決まります。ちなみに大社の御事のりが出されたとき、お兄ちゃんのこれちかは九州に、そして高家は実は病を理由に入る先である出雲の国には行かず、 ずっと都の近くにある田島の国っていう国に留まっていました。現在で言うと兵庫県の北部あたりに留まっていたわけですね。はい。ということで、高家は都の近くにいましたので、大社が行われてすぐ997年の5月に都に戻ってきました。ちなみに高家は出雲の名物ですみたいな感じで、道長にしじみをプレゼントしていたと思いますけど、まあ、本当は高家は出雲の国まで行っていないので、まあその嘘をついてるっていうか、高家のしたたかな性格が伝わってきますよね。 はい。ということで、まあ、こんな感じで、一足先に、弟の高家の方が都に戻ってきました。はい。そして、その翌月6月に、一条天皇の強い願いによって、中宮貞子が、四季の御蔵子という建物に入りましたえ。これは下に画像があるように、代理の外にある建物ではあるんですけど、代理の一番近くにある建物ということで、道長はここに貞子を入れるという判断をしていましたね。えなぜ道長が貞子を四季の御蔵子へ入れたのかというと、 一度出家した貞子を代理に戻すとなると、苦、えー、行たちの反発を招いてしまう。かといって貞子をずっと、えー、外に追いやっていると一条天皇が暴走してしまうということで、まあ、仕方がなくその間をとって道長は、えー、貞子を四季の未造しっていう代理の外にあるんだけど、えー、代理の近くにあるっていう建物に入れたわけですね。はい。こうして貞子は、まあ、代理の中には帰ってこなかったんだけど、まあ、一条天皇のおそば近くに戻ってきたということになります。 はい。そしてこの997年の年末、12月にえ、お兄ちゃんのコレチカが九州から都に戻ってきました。はい。そして、都に戻ってきたコレチカは、四季の未蔵紙をかつての東花殿のように華やいだ場にしようと考えました。東花殿というのは、長徳の変が起こってえ、貞子が代理を追われるまで入っていた代理にある建物になります。 あの、いつの放送か忘れましたけれど、この東花殿に藤原の金刀とか、タダノブみたいな若手貴族がやってきて、なんかこう、雪遊びをしてはしゃぐみたいな、そういう華やいだ場面が描かれていましたよね。え、これちかは四季の未増しを、かつての東花殿のように、そんな感じでえ、華やかな場にすることでえ、再び我々の流星を取り戻そうみたいに考えていたわけですね。はい。で、そのように考えているこれちかは、 サダコに仕えている聖小ナゴンに枕の草子を書き進めるように命じました。なぜかというと、その枕の草子の写しを進める、進めるじゃないや、広めることで、面白い女房がいるというふうに評判を立てようとしたわけですね。はい。つまり、これ地下は枕の草子を利用することで、間接的にサダコの評価を高めようと考えたということになります。 はい。ということで、えドラマでは、これ地下が聖小納言に枕の草子を書き進めるように命じて、でそれがきっかけで、まあ、写しが広まっていって、枕の奏詩が有名になる、みたいな感じで描かれることになると思うんですけど、えこれはあくまでもドラマのオリジナル脚本なので、まあ、実際にそうだったのかどうかはわかりません。 あの、一応、枕の草子の中で、枕の草子がどのように広まったかっていうのはちょっとだけ記載があって、枕の草子によると、ルフのきっかけは、源の常房というふうに書かれています。この人、ドラマに登場することはないと思うんですけど、あの道長の着災ではない妻に、秋子って人いますよね。その秋子の兄弟に当たる人なんですけど、この人は聖小納言と非常に仲が良くて、よく枕の草子の中で登場するんですね。 はい。で、この源の常ねさって人が、ある時聖書名号のところに遊びに行くんですけど、えそしたらなんか原稿があったから、面白そうだって感じで持ち帰っちゃって、まあ、それがきっかけでその原稿が広まったみたいな感じで、え枕の草子では書かれているので、まあ、一応枕の草子が広まった最初のきっかけは、源の常ねさっていう人にあるとされています。はい。ただこれは、あくまでも最初の、 最初に広まったきっかけに過ぎないので、その後爆発的に枕の草子が人気になった理由っていうのはいろいろ考えられていて、はっきりとわかっているわけではありません。はい。なので、もしかしたら今回の大河ドラマで描かれていたように、かつての流星を取り戻したいと考えたコレチカが枕の草子を利用するために、その写しをたくさん広めたっていう可能性はなくもないのかなと個人的には思います。 はい。さらに言うとえ、これは以前投稿した動画で全く同じことを喋ってるんですけど、え枕の草子って中野関白家が没落した後に書き始められた作品なんですけど、えにもかかわらず、没落した様子は全く描写されていません。じゃあそれはなぜかって考えると、えまずシンプルにそれが聖小納言の美読だったという可能性が考えられます。 はい。また今回の大河ドラマで採用されていたように、まあ、そもそも枕草子は貞子に捧げるために書かれた作品なんだからえ、その貞子が没落した様子を描くはずがないという意見もあります。はい。またそれだけではなくて、まあ、これが今回のコレチカの話と関わってくるんですけど、え枕草子って貞子の高級はこんなに美しいですっていうふうにアピールするために作られた作品なんだからえ、没落した様子が描写されないのは当たり前だという考え方もあります。 まあ、これはあくまで考え方であってえ、これが正しいみたいな話ではないんですけど、まあ、そんな感じで枕の子ってえ、貞子の高級の美しさをアピールするために作られた作品という説もありますので、まあ、そのように考えると、今回の大河ドラマで描かれるように、これ地かがその枕の子を利用するというふうな話は、まあ、あんまり不自然ではなくて、実際の歴史でもそうだった可能性は、まあ、なくもないんじゃないかなと思います。 はい。以上で、これちかの気境と枕の創始の話は終わりです。えー、続いて、道長の一条天皇への行き通りを見ていきましょう。えー、まず、年が明けて998年の新年、えー、安倍の春明が一条天皇に新年の挨拶をしました。で、この時安倍の春明は天皇に対し、新しき春を迎え、帝の御用はその坂へとどまるところを知らず、と、雨土の動きにも読み取れまする、というふうに言いました。 はい。しかし、その場というかえ、近くに控えていた道長にはえ、安倍の春明が真実を言っているというふうには感じられなかったのでえ、道長は春明に対し、本当はどうなのだというふうに真意を尋ねました。はい。すると、春明は、今後、教授が続きます。たとえ邪気払いをしても、災いの根本を取り除かなければ無駄でしょというふうに道長に言いました。はい。そしてそのように言われた道長の脳裏には、 一条天皇と中宮貞子のことがよぎりました。というのも前回の放送で描かれていたように、貞子が四季の未造子に戻ってきた後、一条天皇は貞子の元に通い続けて、政務もまともに行わなくなってしまったというふうに描かれていましたよね。 まあこれはあくまでもドラマの描かれ方で、まあ、実際に一条天皇が政務をちゃんと行わなかったのかどうかっていうのはよくわかりませんけど、まあ、ドラマではそのように描かれていますのでえ、道長はそのせいで今後教授が続くんじゃないかっていうふうに道理によぎったわけですね。はい。そして春明はそういう道長の様子を見抜いたようで、道長に対して、三角をいめ立て祭り、国が傾くことを防げるお方は、左大臣様しかおられませぬ 良いものをお持ちではございませぬか、お宝をお使いなされませ、というふうに言いました。はい。じゃあ、お宝って一体何なのかというと、それは道長の長女、藤原の明子のことを指しています。 つまり、今、一条天皇が、中宮貞子に属婚で、そのせいで国が傾こうとしているわけなので、それを防ぐために、左大臣様の娘を一条天皇に受代させた方がいいですよっていうふうに、春明は遠回しにアドバイスしているわけですね。 はい。で、これを受けて、道長がどのような反応をしたのかとか、えー、その宝ってことが自分の娘、明子だっていうふうに、えー、理解しているのかどうかとか、えー、そういうことはガイドブックでは触れられていなかったんですけど、まあ、とにかく、春明はこのようにアドバイスをして、道長のもとを去りました。はい。そしてその後、場面が変わって、えー、ある日、道長は、えー、京都を流れる鴨川の包み、堤防が壊れているってことで、一、え、条、ー、天皇から鴨川の包みの、えー、修繕許可を得ようとしました。 はい。しかし、この頃、一条天皇は、えー、四季の未造司にいる、貞子のもとに入り浸っていたので、えー、道長は修繕許可を得ようとするんですが、なかなか得られないという状況が続きました。はい。そして、こういう状況の中、ある日、道長は、ク、え、ロードの塔、つまり、九行と天皇との間をつなぐ、天皇の秘書官のトップを務めている、えー、藤原幸成を四季の未造司に使わしました。 はい。しかし、一条天皇の方は、まあ、おそらくこんなところまで来るんじゃねえみたいになったんでしょうね。えー、激怒して、雪なりのことを追い返すというシーンが描かれるようです。はい。こんな感じで、なかなか修繕許可が得られなかったわけですが、えー、そうこうしているうちに、998年の9月に、えー、ついに大雨で、鴨川の、えー、包みが決壊し、大洪水が起こってしまいました。はい。そして、これに対して、多くの苦行たちが、 えー、貞子が四季の未造しに入って以来、悪いことばかりが続く、みたいなことを言うシーンが描かれるようです。えー、この苦行っていうのが具体的に誰なのかっていうのは、えー、ガイドブックでは触れられていなかったんですけど、まあ、それこそ藤原のサネスケとかは、こういう出来事に対して、まあ、かなりイラついてそうですので、まあ、サネスケがブチギレるみたいなシーンは、まあ、おそらく描かれるんじゃないかなと予想しています。 はい。ということで、まあ、こうしてね、え、ついに大洪水が起こってしまったということで、え、ついに恒にあした道長は、え、四季の溝造史にいる一条天皇のもとを直接訪ねました。はい。そして道長は一条天皇に対し、え、堤の修繕のお許しをお上に創上しておりましたが、おめ通しなく、お願いしたくともお上は代理におられず、 仕方なく、お許しなきまま修繕に突き進みましたが、時すでに遅く、一昨日の雨で、ついに大事に至りました。早く修繕を始められなかった私の煮えきらなさゆえ、民の命が失われました。その罪は極めて重く、このまま左大臣の職を続けていくことはできぬと存じます。というふうに、左、えー、大臣を辞める。というふうに、一条天皇に言いました。はい。これに対して、一条天皇は、 まあ当然、最高権力者である道長がいなくなってしまっては、朝廷がうまく回らなくなってしまうってことはわかっていますので、何を申すか、陳の叔父であり、朝廷の重臣であり、陳を導き支える者は、そなたでなくして誰がおろう、陳が悪い、こたびのことは許せ、というふうに道長に言いました。はい。しかし道長はこれで引き下がろうとせず、 えー、この先も、お上が中宮様にお心を奪われ、祭り事をおろそかにされるなら、私の力では到底お支え申し上げることができませぬ、というふうに言いました。はい。そしてその後、道長は、えー、3度にわたって辞表を提出しましたが、一条天皇はこれを受理しませんでした。 はい。ということで、このような話が描かれるわけですけど、一応断っておくと、998年の9月に鴨川が決壊したっていうのは史実通りになるんですけど、まあ、ドラマで描かれていたように、まあ、一条天皇が貞子のもとに通い続けて、政務を直おざりにしたせいで、鴨川が決壊しちゃったのかどうかっていうのは不明になりますので、まあ、そこら辺はドラマのオリジナルストーリーとして楽しんでいただければいいかなと思います。 まあ個人的には今回の大河ドラマはちょっと道長を良い所するあまり、まあ道長以外の人が不当に評価を下げられてるなって感じがして、まあ特に一条天皇はね、ちょっと今回悪者として描きすぎなんじゃないかって思ったりもしたんですけど、まあここら辺は、まあ鴨川が決壊したのは史実ですけど、まあ一条天皇のせいかどうかはわからないので、まああくまでドラマとして楽しんでいただければいい部分かなと思います。はい。また今回のドラマでは、 その道長は一条天皇に対する怒りのあまりっていうのもあったと思いますし、まあ、一条天皇のことを諌めるためっていうのもあって辞表を提出するっていうふうに描かれていました。はい。そして実際に998年に道長は辞表を提出しているんですけど、ただ実際の歴史において道長が辞表を提出した理由は全く別で、まあ、最初に結論言っちゃうと道長は病気だから辞表を提出しているだけなんですね。 はい。ということで、まあ、そこら辺の描かれ方も実際の歴史とドラマでは結構違いましたので、え道長が辞表を提出した理由についてはえ、この動画の最後で補足説明しますので、良、まあ、ければ、えー、そこまでね、見ていただければと思います。はい。ということで、まあ、結論としては、まあ、鴨川が決壊したとか、 えこの時期に道長が辞表を提出したっていうのは本当なんですけど、まあ、実際の歴史とドラマでは結構描かれ方が違いましたので、まあ、ここら辺の展開はあくまでもドラマとして楽しんでいただければいい部分かなと思います。はい。以上で道長の一条天皇への憤りの話は終わりです。続いて、真広と信孝の結婚を見ていきましょう。えー、前回の放送で真広に求婚した後、信孝は都に帰っていましたが、 その後前回の放送の最後で、え、信孝から早く都に来いみたいな手紙が真宙に届いて、それで前回の放送は終わっていましたね。はい。ということで、その続きを見ていきます。まず前回の放送で、真宙はお父さんのため時に、え、信孝様の妻になります。思えば道長様とは向かい合いすぎて、求め合いすぎて、苦しゅうございましたというふうに言っていましたね。はい。ということで、え、お父さんのため時はある日、真宙に対して、 えー、信孝への思いを確かめるために、都に帰ったらどうだというふうに、お父さんは娘に促しました。はい。こうして、まあ、具体的な時期については、ガイドブックでは触れられていなかったんですけど、えー、おそらく、997年の秋から冬にかけて、マヒロは、都に戻ることになりました。えー、ちなみに、実際の歴史においても、紫式部は、えー、おそらく、997年の冬頃か、998年の春頃に、都に戻ったと考えられています。 はい。こうして、まひろは、ま、大体約1年半ぶりくらいですかね。に、都に戻ることになって、え、久々に弟の信則や、その信則の乳母を務めていた伊藤と再会しました。え、ちなみに、これは完全に余談なんですけど、あの、まひろの従者を務めているお泊まるって人いましたよね。前回の放送で結構かっこいいシーンが描かれていましたけど、え、この頃になるとどうやら、えー、おとるは越前で彼女を作ったらしくて、え、その彼女と一緒に宮古に戻ってるんですね。 ですると、糸の方にも新しく彼氏ができていたってことで、まあ、お互いびっくりするみたいな話が描かれるみたいなんですけど、まあ、それはね、あの余談なんですけど、まあ、とにかくこんな感じで、えまひろは弟や糸と久々に再会しました。えすると、そういう場に、えまひろの帰りを祝う信孝が訪ねてきて、その後、賑やかな宴が開かれました。まあ、残念ながら、この宴がどういう様子だったのかとか、どういう会話がされたのかっていうのはガイドブックでは触れられていなかったんですけど、 えー、まひろと信孝が結婚するみたいな話も、えー、話題に上がったんですかね。えー、ちょっとガイドブックでは触れられていなかったので、そこら辺はわかりませんが、まあ、とにかく久々にまひろが都に帰ってきたということで、えー、にぎやかな宴が開かれました。 はい。で、おそらくこの宴が開かれたのは、997年の秋から冬くらいの話だと思うんですけど、えそこからだいぶ時を飛ばして、998年の8月に、え信孝が山城の国の国主である山城の神に任命されています。えちなみに、鴨川が決壊したっていうのが、998年の9月1日ですのでえ、そのちょっと前の出来事になりますね。 はい。ということで、えー、信孝は山城の神に任命されたということで、えー、道長にお礼を言いに行きました。ちなみにガイドブックのそのあらすじの配置的には、えー、この、鴨川が決壊して、道長が一条天皇にぶち切れて、で、その後に信孝が道長にお礼に行くっていう風な話になっていましたね。はい。ということで、まあおそらく信孝は9月の中旬とかくらいに道長にお礼を言いに行ったんじゃないかなと思いますが、えー、この時信孝は道長に対して、 え親戚である藤原の阿ため時も越前の神に任じていただき、早一年、つつがなく勤めておるようにございます。おかげさまでめ時の娘も夫を持てるようになりました。実は私がめ時の娘の夫にございます。というふうに言いました。はい。ということで、このように言われた道長の心境を思うと、今から辛いわけですが、 あの、かつて、道長の方が、まひろに対して、えー、左大人家つまり、智子の家に向こう入りすることになったっていう風に、まひろに言うシーンが描かれてましたよね。で、今度はその逆で、道長の方が、まひろの結婚を知らされる。しかも、夫になる本人から知らされるっていうことで、まあ、道長のね、心境を思うとなかなか辛いわけですが、このようなシーンが描かれます。 しかもかつて、真広は、道長の将になるってことを断っていたわけですけど、あの、後で説明しますけど、ま、当然、信孝もいい年齢で、三人も妻がいますので、すでに着彩はいます。なので、真広は、信孝の将になってるわけですけど、え、なので、その道長からすると、俺の将にはならなかったのに、こんなに年上の男性の将にはなるんかいってことで、ま、長はね、相当ショックを受けたと思うんですけど、ま、とにかく信孝は道長に対してこのように言いました。 まあ道長に対して物をじせずにこんなことを言える信孝も超大物だなと思いますけど、まあ、とにかくこのように言われたってことで、え道長は動揺を隠し、めでたいことだとだけ返事をしました。はい。で、その後信孝は、真ひに対してこういうことがあってね、みたいな話をしたわけですけど、まあ、それに対して真ひは腹を立てながら、なんでそんなことをしたんですかっていうふうに、えー、尋ねました。で、それに対して信孝は、挨拶はしておかねば、後から意地悪されても困るからな、というふうに真ひに答えました。 はい。で、それで、え、まひは腹を立てて、信孝のことを追い返すんですけど、え、信孝の方は特に慌てる様子もなく、え、笑いながら、ま広のもとを去っていきました。はい。ということで、え、前回の放送から、信孝の意気よじっぷりというか、え、余裕のある大人の男性みたいな描かれ方がね、ずっとしていますけど、まあ、とにかくこのようなシーンの後、え、道長からま広のもとに大量の婚礼祝いが届きました。ちなみに、この婚礼祝いを届けてきたのは、 かつて、かつてというか、今もそうなのかな、えー、道長の従者であるモズヒコが婚礼祝いを届けてきました。しかもこの時モズヒコは部下を連れていて、なんか立派な格好をしていたので、ま、ひろが、偉、えー、楽なったのね、みたいなことを言うんですけど、それに対してモズヒコが、あの、次回予告でもちょっと描かれていたんですけど、えー、長い月日が流れましたので、みたいな感じで、二、えー、人が会話するシーンが描かれるようです。 はい。で、まあ、それは余談でしたが、え、道長から大量の婚礼祝いが届いたわけですけど、え、それに文も添えてありました。はい。しかし、その文は道長の筆跡ではなく、え、文章も型通りの祝いの言葉しか書かれていませんでした。まあ、やっぱり道長の方はショックを受けているので、まあ、誰かにお願いして、えー、型通りの祝いの言葉だけを書いた文を作ってもらったわけですね。 はい。ということで、ま、まひろの方も、道長の方も、相手の筆跡を完璧に判断することができるって感じで描かれていて、まあ、ちょっと気持ち悪い感じもするんですけど、まあ、ただやっぱり当時は手紙が最大のコミュニケーションツールですので、まあ、今に比べて相手の筆跡を見るっていう機会は多かったと思いますので、まあ、そんな感じで描かれているわけですね。はい。ということで、まあ、そのまひろの結婚を知った道長は、 まあ一応その大量の婚礼祝いとか、文は送ったわけですけど、まあそれは型通りのものに過ぎなかったということになります。はい。そしてその日真、真ろは、文を乙丸に託し、信孝を迎える準備を始めました。で、ここで改めて平安時代の結婚システムについて簡単に復習しておくと、え平安時代は結婚すると決めた男女はえ、まず男性が女性の家に3夜連続で通います。 えちなみに3日目の夜に一緒に餅を食べるって儀式があるので、まあこの儀式のことを未華与の餅とか、あるいは三日与の餅いとかっていうふうに呼んだりします。はい。ということで、えまず男性が女性の家に3夜連続で通って、で、その後、ところわしって呼ばれる、まあ簡単に言うと披露宴みたいなものを開いて、えー、夫婦がね、誕生するということになります。 はい。ということで、まあ、ガイドブックでは直接触れられてはいなかったんですけど、まあ、この時、真宙が信孝に出した文っていうのは、まあ、結婚しましょうということで、まあ、この3夜連続の初夜を今日迎えましょうっていうようなえ手紙を出したんだと思います。はい。ということで、え信孝が真宙の家にやってきたわけですが、え真宙は信孝に対して、私は不実な女でございますが、それでもよろしゅうございますかと尋ねましたえ。これはおそらくなんですが、私の心の中には、 え忘れ得ぬ人である道長様がいますけど、それでもよろしゅうございますかっていうふうに尋ねたというねえ、ことなんだと思います。はい。ということで、真宙はこのように尋ねたわけですが、えそれに対して信孝は、わしも不実だ、愛子である、というふうに答えました。はい。で、それに対して真宙は、誠、ま、に、というふうに答えます。はい。そして、まあ、このような会話がされた後に、え真宙は信孝に身を委ねました。 はい。こうして、998年の秋頃に、え真ひろこと、紫式部と、え、のが結婚しています。 はい。ちなみにすでにお話ししましたが、えー、のはこの頃すでに40代の後半くらいと考えられているので、えー、のにはこの頃すでに3人の妻と4人の子供がいて、えー、着彩もすでにいました。この3人の妻のうち誰が着彩だったのかっていうのは意外と難しい問題なので、えー、この人が着彩だというふうには断言しないんですけど、えー、まひろ以外にすでに着彩がいたわけですね。 はい。ということで、えー、998年の秋頃に紫式部は、えー、信孝と結婚したわけですけど、あくまで着彩になったわけではなくて、えー、紫式部は信孝の、まあ、何人かいる着彩ではない妻の一人になったということになります。はい。以上で第25回のあらすじ解説は終わりになります。えー、ガイドブックを読む限りだとおそらくなんですけど、 えー、まひろと信ぶが抱き合うみたいなシーンで第25回の放送は終わりになるんじゃないかなと思います。はい。ということで、えー、これで第25回のあらすじ解説は終わりですが、えー、最後に道長が辞表を提出した理由について、えー、補足説明しますので、よければ最後までお付き合いください。はい。ということで、えー、そういう話をしていくんですが、えー、まず復習として、ドラマでは、 サダのの元に入り浸る一条天皇に対する怒りがあって、そういう天皇を諌めるために、道長は辞表を停止するっていう話になっていましたね。はい。なんですが、これはあくまでもドラマの描かれ方であって、実際の歴史においては、998年の3月に、急病に苦しむあまり道長は出家の意を一条天皇に創造したということがわかっています。 つまり実際の歴史においては、道長は病に苦しむあまり出家を考えるようになって、それで一条天皇に対して辞表を提出したということになります。ちなみに藤原の幸成が残した言記っていう日記があるんですけど、そこに幼病、腰の病という単語がありますので、道長はこの頃腰の病にかかっていたんだと思います。まあ何ですかね、ヘルニアみたいなものだったんですかね。 その辺はよくわかりませんが、当時の資料からこの頃の道長が病で苦しんでいたってことはちゃんとわかります。はい。ということで道長は出家の意を一条天皇に創上したわけですが、一条天皇はあのドラマの中で道長はそのおじであり朝廷の重臣でありみたいなことを言ってましたよね。大体いいそれと同じようなことを言って、一条天皇は道長の辞任を許しませんでした。 はい。しかし、その後も道長は3月中に3度にわたって辞表を提出しています。しかもその内容が、本庁門随って資料からわかってるんですけど、これによると道長は、私は聖望が先迫で、才能もいい加減である。ひたすら母子、かっこ秋子の弟なので、序列を超えて昇進してしまったに過ぎないというふうに辞表に書いています。 はい。ということで、えー、この頃の道長は、まあかなり自分のことが客観視できているというか、まあ実際にやっぱり藤原明子の弟でなければ、道長は最高権力者になっていたことはないと思うので、まあそういう自分をね、ちゃんと見つめられているとは思うんですけど、まあにしてもこの頃の道長は非常に弱気ってことがわかりますよね。 じゃあなんでそんなに弱気なのかというと、まあ、それはシンプルに病気が辛いってこともあったと思うんですけど、まあ、それだけではなくて、えこの頃中野関白家の人たち、つまりこれチカと高家が都に戻ってきたりとか、え中宮貞子が四季の御曹司に入って一条天皇の朝愛を受けているみたいな感じで、え中野関白家がちょっとずつ盛り返してきてますよね。 で、それに対して、道長の長女の秋子は、えー、まだこの時数え年で9歳とか10歳くらいで、えー、成人前の女性で、一条天皇に受代することができないという状況が続いていました。はい。なので、この頃の道長は、まあ今しかも病だし、えー、もしかしたらこのまま行くと、俺の政権は一代限りで終わってしまうんじゃないか、みたいな、不安がおそらく道長にはあったんじゃないかなと、まあここら辺は個人的な感想ですけど、えー、僕は思います。 なので、道長は、まあ本当に病が辛いって側面もあったと思うんですけど、それだけではなくて、一条天皇に辞表を提出することで、まあその天皇の反応を確かめたかったっていうか、まあ最近その、貞子を可愛がったりとかね、その中野関白家の人を優遇してますけど、そういうのってどうなんですかみたいな意義を唱えたかった、みたいな気持ちも、まあおそらくあるんじゃないかなと、個人的には思っています。 はい。ということで、まあ、その辺はねえ、答えがはっきりしているところではないんですけど、まあ、とにかく病に苦しんでいる道長はえ、この頃3月中に3度にわたって一条天皇に辞表を提出しています。はい。そしてこれに対し一条天皇は、やっぱり道長が左大臣を辞めるってことは許さなかったんですが、実は関白に準ずる官職である内乱は一時的に停止しています。 ちなみに道長がいつ内乱に戻ったのかはよくわかっていないんですが、その後道長は明らかに内乱の政務を続けていますので、まあ、どこかのタイミングで道長は内乱に戻った、あるいは内乱を停止したと言ってもそれは形だけで、まあ、実際は道長は内乱の政務をそのまま続けていたというふうに考えられています。はい。ということで道長は3月に3度にわたって辞表を提出したわけですけど、その後8月にも再び辞表を一条天皇に提出しています。 はい。そして、あの、藤原の雪成が残した、ゴンキって日記からわかるんですけど、この時、道長は辞表を創造すると同時に、一条天皇にとある肘、秘密のことを創造したということが、ゴンキからわかっています。はい。じゃあ、この肘って一体何なのかというと、それははっきりとしたことはわかっていないんですが、 えわざわざ雪成が秘密のこと、肘というふうに表現しているってことと、えそろそろ藤原の道長の長女、秋子が一条天皇に受代するタイミングが迫ってますので、えそのようなことを考えると、おそらくこの肘は道長の長女、秋子の受代に関する話と考えるのが妥当なんじゃないかというふうに考えられています。 はい。ということで、道長という人は不思議な人で、一条天皇に辞表を,辞表を提出すると同時に、娘、秋子の時代に関する話を進め始めたわけですね。はい。ということで、まあ、ドラマの道長は、まあ、女性にすごく優しくて、 娘のことを政治の道具として利用したくないみたいなキャラクターで描かれているわけですけまど、それはあくまでもドラマの描かれ方であって、実際の道長はこの頃すでに娘、ア子の時代を考え始めていた可能性が非常に高いということになります。はい。以上で今回の動画は終わりです。いかがでしたでしょうか あの動画の中でもお話ししたんですけど、まあ、今回の大河ドラマは道長がほぼ準主役ってこともあって、まあ、だいぶ道長は実際の歴史よりもよく描かれちゃってるなと思います。で、その分ちょっと他の人たちは割り送っちゃってて、まあ、特に最近一条天皇とか貞子サイドはちょっと悪く描きすぎじゃないかなと個人的には思っています。はい。ただま、その辺ってすごく難しくて、まあ、やっぱりその一条天皇とか中野関白系サイドからすると、 えー、貞子って悲劇のヒロインとして映っていたと思うんですけど、えー、ただ道長とか多くの苦行からすると、まあ、一条天皇のことをたぶらかしている悪い女というふうに映っていた可能性が高いと思います。はい、なので、まあ、貞子っていう一人の人に対する評価であっても、まあ、その立つ立場によって変わってくるってことで、まあ、そういうところがね、 まあその歴史の面白いところでもあるのかなと思うので、まあ個人的にはちょっと一条天皇のことを悪く描きすぎじゃないかって思ったりもしたんですけど、まあそこら辺はね、難しいところですよね。まあ今回の大河ドラマ、まあ僕と皆さん同じものを見てるわけですけど、でもその貞子のことを悲劇のヒロインとして捉えている人もいれば、まあ悪い女として捉えている人もいると思いますので、まあそういうねえ、違いが生まれてくるってところも大河ドラマの面白いところなのかなと思いました。 はい。ということで、ちょっとね、雑多なコメントをしちゃいましたが、今回の動画はこれで終わりになります。えちなみに私、私く、またく仕事でちょっと申し訳ないんですけど、急遽引っ越ししなければならないことになって、その準備が忙しいので、まあ、しばらくはその大河ドラマの解説動画、その1週間に1本投稿するやつしか投稿できなくなっちゃうかなとは思うんですけど、まあ、頑張ってねえ、最低限その動画は絶対投稿していきますので、応援してくださる方は、良ければチャンネル登録や高評価で応援をお願いします。 はい。ということで、えー、またね、次の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。バイバイ。